はい、どうもバルコンです。今回はバルコンの日常の動画ということで初の動画ですね。で、今回は自分の部屋の本棚があるんですけど、ちょっと漫画買いすぎて入らなくなってきたんで、新しい本棚を、ナフコで買ってきました。まあ、それを、ちょっと紹介したいと思います。こんだけ、木があります。まあ、組み立て式なんでね。これもっと上がるの大変でした。すごく今まで2個、組み立て式の本棚を作ったんですけど、その2個よりも断然、でかくて、この機材も多いです。なんかボンドとかなんかいろいろ入ってます。で、買ったのはスライドラック NSFR90SL っていうのを買いました。幅が88センチ、奥行き29センチ、高さ 89.5センチ ですね。まあ、こんな感じです。値段は5800円ぐらいでした、確か。準備するもの、ドライバーとかなんか書いてますね。で、ただいまの時刻は、昼の1時35分過ぎぐらいです。今から作って、まあ、途中昼ご飯とか挟むんですけど、何時間で組み立てれるか、測りたいと思います。じゃあまた作り終えた頃に会いましょう。さよなら。はい、ということで、やっと組み立てることができました。ただいまの時刻は、10時半過ぎぐらいです。で、実は作り始めてから1日経ってしまいました。作り始めたのが昨日なんですけど、一日じゃ全然終わらなくて、で、今日学校から帰ってきてまたやって、で、10時半ぐらいにやっと組み立て終わりました。いやー、すっごい大変でしたね。完成品を紹介したいと思います。はい、こちらですね。2つスライドすることができます。前も後ろも4段あって、で、前の、ちょっと後ろは分かんないんですけど、前の棚には1段に約16冊ぐらい入れることができます。で、高さも変えられるんで、まあ、どんな高さの本でも入れることができますね。で、後ろは、真ん中以外は高さが変えられます。真ん中は固定されてますね。で、ここの幅なんですけど、ジャンプコミックは普通に余裕で入ります。で、ちょっとでかい、まあ、パンドラハーツなんですけどはギリギリ入りますね。まあ、ちょっとはみ出しますけど、まあ、特に問題ない程度です。で、後ろも、こんな感じで入ります。で、今回これを買った理由はですね、本当はこの今横にあるんですけど、こういう組み立て式じゃなくて、こういうもう最初からできてある普通のやつがいいと思うんですけど、なんでこの組み立て式のを買ったかっていうと、こっちの上にはですね、時計とかちょっといろいろ電気のスイッチとかあって、もう高いのが置けないんですね。で、これが低くて、で、さらにスライド式で結構漫画が入れることができるんで、これを買いました。あと、普通の本棚はこういうドアがついてるんですね。自分はこういう漫画がこうやって見えてるのが良かったんで、これ買いましたね。で、これの良いところは、まあ、今言った本がかなり入るっていうのと、背丈が低いっていうのですね。Amazon とかナフコとかで見ても、高さの低くて、このスライド式のこういう普通の本棚はどこにも売ってませんでしたね。まあ、いいところはそれぐらいです。で、悪いところは、作るのが相当難しいですね。なんか部品がはまらなかったり、あとなんか、わかりますかね、
か大きさが合ってなかったりするんですよね。ここが隙間が空いてたりして、あと前の棚が、1,2,3 段は縦に入れることができるんですけど、1段だけ縦に入らない段がどうしてもできてしまうんですね。まあ、この穴の位置的にちょっとそういう風になってしまうんで、なんで1段だけはこう横に入れるしかないですね。悪いとこはそこら辺ですね。もう作るのが本当大変でしたね。床とかも傷がついたりして、なんかお金払ったら作ってくれる店もあるみたいなんで、組み立て式のこういうでかいやつを買ったりしたら、店に作ってもらえたら作ってもらった方がいいと思います。はい、第1回目のバルコンの日常の動画は、まあ、こんな感じですね。いや、最近なんか漫画買うのにすっごいハマってますね。今も読んでないで溜まってる漫画が19冊ぐらいありますね。まあ、1日1冊にしてるんで、読むのは。多分明日もまた漫画買いに行きますね、多分。親からは受験生だから漫画ばっか買いなさんなって言われてるんですけど、まあ、めっちゃ買ってますね。じゃあこれで動画を終わりたいと思います。ありがとうございました。さよなら。フェードアウト。